さあささんこんこにちはスノーボーボの青木ですさあ本日はですね私のショートターンの解説をしたいと思いますシーズン中に滑った動画なんですけれどもこのショートターンシャドウが大体15度ぐらいですかねえっ、ー、と自分の意識としてはフルカービングをしようっていう意識はないんですね、えー、カービングっていうふうに板立ててエッジで滑るっていうよりもエッジングをしようっていう 板立てて、そのエッジで切面にしっかりと加重していく、エッジングしようっていう意識の方が強かったです。そしてショートターンでよく言われる、回し込むみたいな技術、意識が、僕全く考えてないんですね。そもそもこんなに速いリズムで、ある程度板立てて、そんなに立ってないじゃないですか、板も。ある程度でいいんですよ。ある程度板立てて、その、 えー、可動付けに対してしてっかりと荷重する、要はエッチングをしてあげればサイドカーブがあるんだからちゃんとボードはクイックにクって回ってきてくれるっていうのがショートターンだなと思っているんですなのでこの落下していく落ちていくっていうエネルギーに対してサイドカーブをタイミングよく合わせるのが深さのあるショートターンにつながるなって思っている次第ですで後半のこの5はシャドウがもうちょい緩やか1 2度ぐらいになるんですかね ちょっと緩やかになって、えー、今度は板ある程度立てながらカービングで加速させようっていう意識が多いです先ほどのエッジング仕様にしてもこれのカービング仕様にしても、えー、見ても分かるように前足を結構動かしたいんですね動かしたいから前足には乗りたくないなっていう感じです前足にどっしり乗ってしまうと自分の体重を支える役目がそこに生まれちゃうので前足をうまく使うっていうのはやりづらいなと思うんです 前足を使ってノーズを自分の思い通りに動かしたいなって思ったら前足に自分の体重を支えるっていう役目はあまり与えない方がいいなって思うので前足後ろ足の感じで言うと後ろ足の方がかなり深く曲がってるっていうのが僕のショートターンのシルエットになってるなと思いますこの辺のショートターンではエッチングをしっかりとしていくシャドウに対してエッチングをしていくっていうパターンと 反射面で走らせたい、スピード乗せたいからカービングしていこうっていうパターンと大きく2つに考えられるといいですねとでここのエッチングっていうのも落下に対してサイドカーブがしっかりとタイミングよく合わさればかなり深いターンになっていくので自分から回し込んでターンをしよう深く回そうっていう意識はあまり持たない方がいいんじゃないかなと思っている次第です。 ショートターンで回し込むっていう意識を持ってしまうと特にヒールサイドでテールが外にずれていく流れていく原因にもなりやすいのでそういった部分ぜひともチェックしてみてください今回はショートターンの僕の滑りを自分自身で解説させていただきましたそれではまたスノーボーダーの青きれいでした